一番影響を受けた役は、うわー、そういうことするの？なんでしょうか。シフトはどんどんストレスを発散するとした方法を教えてください。ストレス発散の方法、お菓子を食べることです。中国に遊びに行く予定はありますか？今のところはないですけど、行きたいとは思ってますよ。好きな中華料理を教えてください。チンジャオロイス。中国のファンから日本に旅行に行くのですが、何かおすすめの神社のお寺があれば教えてください。おすすめの神社ね、よく聞かれるんですけどね。どこだろうな。日本に来るってことですか？日本ならどこでも行けるんですか？日本に来るんだったら絶対伊勢神宮には行くんですよね。ちなみに中国のファンから竹山さんはパパという愛称で呼ばれているのはご存知でしょうか？知らないです。パパ、なんでパパって言われてるのか教えてください。じゃあラスト2問なんで。怖いよ、もう心臓に悪いよ。冒険モールとなるの怖っ。音が違う。怖っ。怖い。え、目力がすごいのですか？普段何か目元のトレーニングはしていますか？してないです。これ俺手食べられちゃうんじゃない、この冒険モール。ラストの質問いきます。はい。なんでこんなにかっこよくて可愛いのですか？ああ、お父さんとお母さん。はい。もう心臓が寿命は縮みました。お父さん。お父さんとお母さんの DNA です。最後に食べられないで感想をお願いします。感想、はい、もうしばらく